Stop it. Get some help. ということで本日は新キャラクター荒滝一斗について紹介していきたいと思います。先生お願いします。はい、荒滝一斗、鬼の血を引き継ぐ豪快な男で、稲妻城の花見坂で活動する自称荒滝家の初代親分。かつて町内での些細な喧嘩が原因で天領奉行に職務質問されたことがあるが、2分と経たずに彼の言葉は打ち切られ無職と記録された。ではそんな荒滝一斗のエピソード PV をご覧いただきたいと思います。どうぞ、はい、どうぞ。これ我々は初見ですからね。ですね。まだね、世に出るちょっと前に見せていただいてますけど、なかなか破天荒な、どういう感じなの。あらら、ステー幕府は鬼族を脅威と見られ、てかすごい鬼退治に被いてるな、被いてる。激しい戦いの末、恐怖の武士は暗鬼を討伐。筋肉強っ。また俺台本間違えたか。ええ、どういうこと。そのとにかく人間と鬼族のわだかまりは解け、ここに暮らすようになった、うん、おかしいな。なになに。芝居っつうのはこうやってエンジンだよ。やっぱり役者は俺ら新たきゃじゃないと。おうおうおうおお、それを見ているトーマかな。トーマですかね。若、舞台裏に。素晴らしい演技でした。しかし天領奉行の者がもう来ていますね。ああ、なるほどね。ちょっと待って。なるほどね。なるほど。なるほどね。はい。なるほど。一発で分かる声が最後に聞こえてきましたけど。そうですね。多分あの人でしょうね。マジっすか。あの人はまあ誰なのかっていうところですけどね。うわー、まあ、そんなのもう答えは一つ。あの人なんでしょうけど、まああの人の声もしましたしね。マジっすか。まさかね。存在感ある声が最後に行く。まあでもね、荒滝の存在感もすごい、かっこよかったです。ブライ感みたいな感じですね、うん、なんかここまで筋肉ドーンっていうキャラクターあんまり今までなかったので、これはまた人気が出そうな、ね、どういうスタイルなんでしょうね、うん、脳筋スタイルになるのかな。確かに分かんないですけど、うん、強そうですね。強そうね、はい、では続いて実践紹介 PV をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、多分だってあれだってパワーだよ。パワータイプな感じだったもん。ガッハッハって笑ってましたからね。スピードを生かすタイプじゃなかったけど、うん、あ、綺麗ですね。あの、お、けおい、何を恐れてやがる。メガリレー、こんなの人たち前から歩いてきたら道開けちゃいます。確認してこい。あ、俺様の神の目はきっとこの心臓のてっぺんにある。いいっすね。こちょっと柄悪い感じがかっこいいですね。さすが西川さんって感じですね。お前ら参しただけでこの俺様の神の目を奪えるとでも。属性は岩ですよね。うん、まあ、両手剣なんでしょう。よろしく。すげえな。どういうモーションなんだ。なぎ払い。検査スキルが飛ばしたのか。やつを逃がすな。九条様ももうすぐ余裕だな。かっけえ。俺様がなぜ子分たちに爪が黒い。息をしてるのかしら。おしゃれ。痛そう。早っ。これが通常攻撃なのかな。いや、これがこれは伝説スキルなのかしら。よ、やっと来たか。幕府の大将さん、お前も俺を服従させる気か。お、これが最後だ。なるほどね。おとなしく神の目を渡せ。荒滝一斗、大将さんよ、俺様についてくりゃいい夢見させてやるぜ。見たい。おまだ。次こそ親分。上にはないみたいだぜ。はあ、そんなはずは。親分の髪の目は
こっちにあるみたい。おいお前、今鼻で笑ったろ。これはちょっとね、ちょっと続報というか待ち遠しいですね。待ちたいですね。